そして今シーズン最も打者を圧倒したメジャー球界最強のクローザーといっても過言ではない剛腕投手は、サンディエゴパドレスに所属する左腕投手ジョシュ・ヘイダーだった。ヘイダーは今シーズン61ゲームに登板し33セーブをマーク、防御率は驚異の 1.28 をマークし、今季も相変わらずのものすごいピッチングを披露している。昨シーズンの途中までブルワーズに所属していたが、頭角を現した2018年からはクローザーながらサイヤング賞の最終候補に名前が挙がるほど当時から圧倒的なパフォーマンスを見せていた。スリークォーターから投げ込むヘイダーの速球は最高球速が99マイルと、他のクローザーに比べれば特別速い球でもないが、浮き上がるような軌道に見えるため高い確率で空振りを取っている。